皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の歴史、平安時代の初期に唐から新しい仏教を伝えた最澄と空海についてお話しします。最澄と空海が伝えた仏教とそれまでの仏教、どこが違うかというと、それまでの仏教というのはお坊さんが修行して、そのお坊さんが悟りを開くというのを目的としていましたが、この二人が伝えた仏教というのは世の中の全ての人を救うという面を持っていました。その部分がそれまでの仏教と大きく違っていたんですね。そして最澄と空海、この二人、この宗派、ね、性格どんなふうに違っていたかというと、最澄というのは、法華経を中心に考えて行動し、厳しい修行をして、その修行をするからこそ人々を救えるんだと、かなりストイックな考え方をしていました。それに対して空海は結構社交的で、自分の考えがより多くの人にどうしたら分かってもらえるかと、ね、受け入れられるかと、常に教えるとき工夫をしていたんですね。それから空海の方の真言宗、これは家事祈祷とお祈りですね。お祈りをすることで真理を理解し、真理を見つけて、さらに仏教の力で願いも叶う、こういう面を持っていたので、実は当時の貴族からとても人気がありました。ではこの2人についてお話を始めます。まず最澄ですね。最澄、767年、今の滋賀県の大津市に生まれました。で、12歳で近江の国分寺の住職の弟子になります。そしてその国分寺で、僧になって名前を最澄、ね、このようにしました。そして19歳で東大寺で正式な、僧と認められて、でもこの人ね、東大寺に残らなかったんですね。奈良に残らずに、比叡山に戻ってきて山で修行します。この奈良の仏教というのは実は最澄には合わなかったんですね。考え方が違ったんですね。そして797年、この内宮府というのになります。内宮府というのは天皇が安らかでね、いられますようにとお祈りをするお坊さんのことです。ここで桓武天皇に見つけ出されて、804年に漢学生として唐に渡ることになります。この漢学生というのは朝廷が全てお金を出してくれて唐に渡る、学生のことです。だけど唐に着いたら長安には行きませんでした。長安に行かないで天台宗が開かれた天台に行きました。そこで多くの偉いお坊さんからいろんなことを学びます。そして約350巻、ね、の経典を書き写しました。当時は印刷屋なんかはないので、ね、本を写すと言ったらコピーできない、ただひたすら筆で写すだけですね。で、350巻も経典を書き写したんですね。これはすごいですね。で、翌年帰国するんですけれど、もちろんこの写した経典も含めて持って帰ります。で、日本に持って帰ったのは460巻だったそうです。そして806年桓武天皇の保護を受けて天台宗を開いて比叡山に延暦寺を建てました。この延暦寺という名前はもともとは比叡山寺という名前でしたね。最澄が建てた時は比叡山寺という名前で、最澄が死んだ後に名前が延暦寺と変わったということです。帰国した空海でも交流がありましたね。経典を借りたり密教についてね、学んだりしていたんですけれど、二人やっぱり考え方が違うのでね、数年で交流は途絶えてしまいました。で、交流が途絶えた一番の原因となったのは、こういう事件があったんですね。で、最澄、この人自分の弟子を空海のところに修行に行かせました。そしたらこの修行に行った弟子が実は空海の弟子になってしまって、最澄のところに戻らなかったんですね。まあこの二人の交流が途絶えた一番の原因はこの事件だったと言われています。さあ次は空海に移ります。空海、この人774年、
今の香川県の善通寺市に生まれました。15歳で落ち着学者の後の大谷という人から儒教を学んで、18歳の時に平安京、都に来ました。そして大学に入って、まず役人になるために勉強を始めます。最初はお坊さんではなくて役人になろうとしていたんです。だけどその大学で一人のお坊さんに会います。大学では儒教、道教、仏教などを学んでいたんですけれど、お坊さんに会って、あ、仏教がその中で一番素晴らしいと。自分はもう役人になるんじゃなくて、仏教の道に入ろう。そういうことで大学を辞めて、今度は四国の山中で修行を始めます。で、31歳の時、東大寺で戒律を受けて、正式な僧になりました。そしてその年、ね、正式なお坊さんになったその年に、ね、もう留学生として唐に渡る。そういうことになるんですね。とても優秀だったんでしょうね。だからもうその年に唐に渡れたと。途中で嵐にもあったそうです。で、長安では、この清流寺、ここの高僧、偉いお坊さんの慶華という人から教えを受けました、ね、で、慶華は、ね、この空海の能力に驚いて、自分の弟子の中でもう空海が一番素晴らしいということで、ね、偏照金剛という名前を空海に与えて、慶華の後を継いで密教第八祖というものになります。この密教第八祖ということは、慶華の後を継いでってここに書いてあるんですから、この清流寺で一番偉いお坊さんに空海がなったということですね。ここで一番偉いお坊さんになったんですけど、空海日本に帰ってきちゃいます、ね、20年の予定が2年で帰国と。実は留学生というのは、ね、中国で長安で20年間勉強しなきゃ帰ってきちゃいけないよということになっていたんですけれど、2年で帰ってきちゃうんですね。なぜ帰ってきたかというと、実はこの慶華、お師匠さんですね、この人が病気になって亡くなってしまうんですけれど、その時に早く帰国して教えを広めていってほしいという遺言を残します。その遺言に従って空海は日本に帰ってきます。でも20年の予定が2年で帰ってきたので、朝廷が京に戻ることは許さなかったんですね。桓武天皇の時です。この時桓武天皇は空海が、都に入ることを許しませんでした。その次の平城天皇の時もまた許されませんでした。そしてその次、809年に天皇に即位した嵯峨天皇、この人の即位によって空海、京に都に入ることが許されたんですね。嵯峨天皇は、空海のことを支持してくれた天皇です。そして816年、朝廷から高野山を与えられて、3年後に金剛峯寺を建立します。そして823年には京都の京王護国寺、今の東寺ですね、これを与えられて真言宗を広めていきました。空海、実は学ぶことが好きで、長安で学んだのは仏教だけではありませんでした。土木の技術とか医学も学んできました。そして唐で学んだことを日本に帰ってきてから、ため池の工事とかね、いろんなところで、使って社会貢献みたいなことをしてます。で、828年には京都に修芸主治院というものを作ります。これは一般の人でも、ね、僧侶でも誰でも、ね、無料で儒教や仏教を学べると、そういう場所を、そういう機関を、空海という人は作っています。で、この二人、朝廷から伝教大師と、空海は弘法大師という名前を、まあ、死んでから送られたんですけど、この大師というのは朝廷が偉い層、ね、社会に貢献した層に与える名前で、最初に大師という名前をもらったのが最澄だったということです。最澄がこの伝えた天台宗、実はこの後鎌倉時代の仏教に大きな影響を与えていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました、ね、最澄と空海、
この2人について説明しました。ではまたお会いしましょう。さようなら。